ドキドキでーす。というわけで、66ファーストワンマンライブ。なるわ。シャットしろ。ピンピンパン。ドキドキでーす。おい。もう一回行きたいな。川崎。シャットしろよ、お前。おめえ出ろもん。いらねえ、お前。出ろ。おめえのせいでみんなが待ってんだよ。みんな待たしてんだよ、おめえのせいで。出ろ、お前。じゃあ、出ますわ。じゃあ、すいません。すいません、うちのクラスは。じゃあ、お願いします。めっちゃ言うよね。いや、出てったら出てたね。お前、なんでやってんだ、お前。理不尽なんよ。マジで。お前が出てきて、そんなもん。というわけで、66、ファーストワンマンライブ、ワンバイワンが無事終了いたしましたー。ありがとうございました。そして YouTube お久しぶりでございます。どうでしたか？マジで無事終わりましたね、2部ともに。無事終わりました、いやー本当に念願のですね、はい、僕たちワンマンライブってものができて、はい、もう純粋に嬉しかったです。そうですね、皆さんの反応をリアルタイムで。本当ですよ。生で見れてリアルタイムで流れてるんだから、ね、みんなのコメントみたいに別にこう流れてないから。いないよ、ない違うか。別に、いやマジ本当にめっちゃ楽しかったね。めっちゃ楽しかったです。僕たち本当に一番最初に走り出した時はもう、はい、3人ぐらいしかいなかったの。本当にガチマジで3人マジで3人ね。コロナになって、はい、まあいろんな出会いもあって、はい、皆さんとも出会って、はい、こうして、ライブがね、うん、合計で300人以上かな。そうだね、の方が、はい、来てくださって、本当にすごいことですよ、今の時期。本当だよね、うん、フリーライブなかなかやらせてもらえることでもないんで、そう、改めてね、事務所関係者の皆様含め、はい、今回ちょっと携わってくださったスタッフの方々も、はい、そして見に来てくれたシチューの皆様も、はい、そしてちょっと地方で来れないよとか、どうして来れないよって、はい、いつでも来ちゃったみたいな。来ちゃったよって来ちゃったよって言ったっていうの。違う、ね、うん、来れなかったけど、来れなかったけどちゃんとコメントで ね応援を送ってくださった方もってことですね。本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。本日はですね、はい、ワンバンバン。本日はバンバンバン。3人死にました。本日はワンバイワンのグッズ紹介をしていきたいと思います。はいはい、まあ、今回ねワンマンライブをやるにあたって、グッズを作らせていただいたんですけれども、はい、前回グッズ作った時もですね。何勝ってんのここに何か。前回もね、グッズ出させていただいた時もちょっとそのグッズの紹介の動画を出させていただいたと思うんですけれども、はい、本日はそれをワンバイワンでやっていきたいと思います。ワンバイワンで一つずつ、一つずつね、確かに合ってるけど、一つずつやっていきたいと思います。確かに意味合いとしては合ってるけど、アメリカ帰りみたいなの売ってんじゃん。僕は Always 元気だねみたいな。はい、というわけで紹介していきましょう。はい、それでは皆さん行きましょう。レッツラー、66というわけで第一商品目はこちらです。バン、はーい、ワンバイワン T シャツです。イエーイ。いやー今回もね、はい、前回に引き続きまして、はい、T シャツの方を販売させていただきました。はい、まあちょっと今僕が着てるやつがそうなんですけど、おーあーあああお、どうこちら、はい、こちら見てください。はい、はい、前面はこんな感じになってて、はい、胸にタイトルロゴが入ってるんですけど、うん、はい、裏面ですね、はい、裏面はこういう風に英語が羅列してるデザインになっております。はい、まあ、ちょっとねちゃんと見るといろいろ意味がありまして、うん、まあ今ねこう見てみると分かると思うんですけど、うん、ちょっと僕たちの年表、うん、思い出年表みたいな、はい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 、ものになってまして、はい、まあ一番上が1999年、はい、僕たち生まれましたと、はい、ところだったりとか、うん、まあ、知り合ったよとか、うん、なんかそういうのも書いてあったりとか、うん、あとはねダイヤがただただ自慢がしたいがために、バレンタインの時に、24個チョコもらったよみたいな、そういうちょっと本当にはみたいなそういう思い出を書いてありますので、はい、まあ多分オフィシャルサイトとか、まあ、今この画像でもよく見えると思うんですけど、うん、ちょっとチェックしてみてください。そうですね、手に取ってチェックしてみてください。はい、だいぶふざけてると思います。はい、
でもね、一見したらね、めっちゃ可愛いよね、デザイン。可愛いのよ。そう。ちょっとね、今回オーバーサイズの T シャツになってます。そうなんですよね。前のサイズ感としてはちょっと大きくなってるよね。大きくなってます、うん、大きくなってるので、はい、まあ、ぴったりで着たいよって人は基本的に一番小さい M サイズを買っていただいて構わないと思います。全然いいと思う、うん、ね。ワンピースとかで着たいとか、うん、こう結構ダボダボで着たい、まあ、結構この丈が長くなるんですけど、うん、丈とこの袖感が長くなるんですけど、結構ね XL サイズとかになってくると女の子だと5分袖ぐらいになってたよね。うん、ぜひね、あの使う用途によってサイズを選んでください。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてここ一番大事ですね、厚さ。はい今聞いてた、今一番大事ですよって言ったのはね、厚さがですね、前回のT シャツの時ですね、はい、結構分厚いものを用意させてもらって、まあ、普通のいわゆるライブ T シャツとか、うん、グッズの T シャツって、うん、白買われたことある方は分かると思うんですけど、はい、薄いんですよ。そうだからインナーが見えちゃうとかね。そう、黒だったら見えちゃうとか、そうブラが透けるみたいな、結構ある、本当にあるって言うんですよ、はい、やっぱね、そういうあのファンの方々が、はい、基本的に女性の方多いので。そうですね、ちょっとそこもね考えて、僕たちちょっと今回厚手に作らせてもらいました、はい、前回と同じ厚さ、厚さですなっております。全く変わってません。まあ多分普通の薄いやつよりもよれにくいし、うん、よれにくい上にやっぱ厚いからね、うん、結構スタッフさんとかも着てて言ってたのが、うん、なんかペラペラだとさ、うん、まあさらっとインナー着て、うん、パジャマに回すわっていう人も多かったんだけど、うん、なんかちゃんと着れるこれはって言ってくれてたので、ぜひ出ても恥ずかしくないよね。そう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 。そこの厚さの部分はね、はい、あの心配なく大丈夫だと思います。はいはい、なんでそこはご安心ください。ご安心ください。はい、そして首元にタグがあるんですけど、はい、タグがですねまた新しくなりまして、はい、あの新ロゴの66っていう新しいタグが入ってるので、はい、ぜひチェックしてください。はい、じゃあそちらもチェックしてください。ちゃんと一つ一つ縫ってます。結構ねこれもね手間がかかる作業なんですけど、はい、そんないいそんなことはねするだろって話なんですよ。ああなるほどね、はい、こちらがってこと、ね、こちらが、こちらがわざわざ手で、はい、やるだろダダダダダって話なんですよ。わかりますね。2時半まで梱包してたんだからな前日事務所にね一応入ったからといって、はい、なんかそこの部分は特に変えるつもりはなくて、うん、なんか自分たちで作ったものというか、うん、ちゃんと届けたいんで、別に信頼してないとかじゃないですけど、そうね、自分たちが実際に手を加えたりとかしたものに、うん、やっぱ僕たちは価値もあると思うし、うん、しっかりそれを、ね、体感してほしいんで、うん、あの今回自分たちの手で梱包もしてるので、ぜひ、はい、あのそこの部分ね、ちょっと雑かったらごめんなさいそこだけちょっと言いたい、俺結構雑だからそこだけはいはいはい、はい、すいません、まあ、それも愛、愛っていうかまあはい、あれですね、あれです、あれです、そういうことです、そういうことです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、おすすめの着方紹介、はい、していきたいと思います。俺は XL サイズを買って、で下はまあショートパンツみたいなやつでタイツを履いていただいて、あタイツね、ブーツを履いていただいて、はい、上コート、あーなるほどね、この着方見たいです。だそうです皆さん。はい、いいですか、見させてください、見させてください。ちょっとやばい、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 見たいです。どうですか逆に。まあ僕はやっぱりこの T シャツを作った時に一番想像してたのタックインなんですよ。うわ、まあ、俺めちゃめちゃタックインすると思うんですけど。好きだよね。俺タックインめっちゃ好きなんですよ。はい、でタックインしたらちょうどいいこの高さになってるんですよ、背面が。はいはいはい。なんでそこの部分を気にして、まあ、スカートにタックインしたりとか、はい、うん、あとはまあこうスラックスとかあのタックインしてみて着てほしいなーなんて思いつつ、はい、うん、まあ、せっかくやっぱでかいサイズだからね、うん、なんかそういうライアーが言うあの着方もすごい素敵だと思います、うん、ぜひいろいろ試してみてください。はい、はい、ぜひこんな感じで着たよって写真送ってください。はい、お願いします。というわけでネクスト、はい、次の商品はこちらです。バン、パーカー、パーカー、ワンバイワンパーカーでーす。はい、こちら今私が着ているんですけれども、はい、ジップパーカーって言われるやつですね。はい、真ん中がチャックがついてます。そしてこちらに二人の似顔絵が描いておりまして、はい、手書き風な、手書き風のね、どっちがタイヤかなって、どっちが自分かなって間違い探ししてみてください。はい、で背面こちらになります。はい、背面こちらは66のことを知ってくださってる方はどういう意味のイラストかは分かりますかね。そうですね、はい、我々に関連した、イラストが描かれていますので、はい、これも言ったら
思い出パーカーみたいな感じになるのかな。そうだね、66のことをもっと知れるパーカーになるんじゃないかなって思っております。こうやってね、フードで撮ってみたりしてもこんな感じで、こんな感じになります。はい。で、厚さに関しては気持ち薄手？そうだね、若干薄手ではあるんですけども、厚くはないって感じかな。うん、いわゆるライブグッズのパーカー。そうだね、まあでもやっぱりね、シチューの子たちは女の子が多いので、うん、やっぱその簡単にね、体温調整ができたらいいかなっていう風に思ったんで、こういうジップパーカーで脱ぎはぎができるような、めっちゃ脱いでるわそれは脱ぎはぎ下に脱いだりがね、すぐできるように、作っておりますので、はい、ぜひね、仕事中のオフィスだったりとか、学校中だったりとか、ぜひ使ってみてください。はい、お願いします。おすすめの着方、これはですね、まあこの写真の感じのそのショートパンツもすごく好きなんですけど、はいはいはい、僕ちょっと最近スウェットスウェットにハマってて。ああ、最近着てるね。そうなんですよ、うんうんうん、下の黒のスウェットを履いて、はいはいはい、上にこの黒スウェット、はいはい、羽織るのでちょっとこうストリートっぽく、はいはいはい、してもいいのかなって。なるほど。全体的にというか、はいはい、今回用意してるサイズが L と XL になってるんですけど、うん、XL になるともう結構オーバーサイズになると思うんですよ、うんうん、多分みんな L サイズぐらいが適正なんですけど、うん、ちょっと大きめで着たいよって人は XL 買った方がいいと思います。そうですね、はいはい、XL 着てこうちょっとフードかぶったりするとちょっとね、フードもね大きめに多分、まあジップパーカーならではのここがこうならずにちょっと広がるって感じだよね。そうそうそう、うんうん、なんでなんかそのちょっとストリート感というか、あれエミネムフードをねもうゆったりとかぶってストリートっぽい感じで着れると思いますので、はい、ぜひ試してみてください。はい、はい、私のおすすめの着方はですね、部屋着にしちゃう。あー、なるほどね、はい、下モコモコのパンツ履いて、はい、でそれで上にこういうのを羽織って、はい、お前鼻の下伸びてる。鼻の下が伸びてますよ。なんかシルク生地っぽいね、パジャマとか、でこれ羽織ってもめっちゃ可愛い。ジェラートピケだと思ってるこれねえ、いや絶対可愛いもん。いやそれは可愛いよ、そんなん可愛いもんね。なんか俺が高校の時とかはよくあったんだけど、高校の制服の上に羽織る。うん、そうだね、なんか全然ありなのかなと思ったりします。高校の制服でシャツ着て、でこれ締めて、で上にブレザー羽織るとかね。ああ、そうそうそう、のめっちゃ可愛いと思う。ちょっとなんかそれでなんかヘッドホンとかしたら結構イケイケじゃない？好きそう。大好きかもしらん。大好き。最近ヘッドホンつけてる女の子粋だなってめっちゃ思う。というわけで次の商品ヘッドホンです。ないです。はい、というわけでパーカーの紹介でした。じゃあネクスト行きたいと思います。こちらです。ベン、ブロマイドでございます。こちらですね、前回また出させてもらったものを、はい、さらにね、今回、はい、パワーアップした状態で、はい、出させてもらうんですけれども、はい、ちょっとね、前回とロケーションだったり衣装とかも全く全然違うです、うん、全種類書いてます。そうですね。で、今回9種類、はい、1セット2枚、2枚で、販売させていて、はい、ランダムブロマイドになってますね。ランダムです、はい、完全ランダム。9種類の中から、ランダムで2枚が当たってくれるということですね。こちらですね、はい、いつも、はい、カメラマンでお世話になっている C に設定を配信してもらいまして、はい、結構撮影スケジュールハードでしたね。結構ハードでしたね。ね、一日朝から夜までとかね、めちゃめちゃありましたけれども、でもめっちゃ楽しかったです。普通に旅行してる気分だったり、そうね、そう、移動のが長かったりしたもん。ああ、そう。全然移動のが長かったです。わざわざ遠くまで行ったけど、15分。20分ぐらいで撮影終わらせて2時間かけて帰ってくるみたいな。ああ、あった、ありましたね。めちゃめちゃ個人的にすごいいい、うん、ね、ブロマイドになったかなって思ってて、なんとこちら低確率で3位入りブロマイドもあったりなんかにして、カニ食べるか、カニ食べるあったりなんかにしていいだな、いましたね。そうなんですよ、はい、サイン入りのものが一部入っておりますので、うん、はい、ぜひね、買ってほしいなと思います、はい、ただ、確率はですね、はい、そんなに低くないと思うんですよね、これ結構高め。いや、いいと思うんですけどね。お、悪くないと思います正直、はい、そんなに悪くないと思うので、はい、ぜひ買ってみたら、もしかしたらあるかもみたいなことがあるかもですね。はい、はい、で本当にだからチェック会の時とかもサイン当たりましたって。あ、そうそうそう、こうやって宝物にしますって言ってくださってね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。で僕が結構梱包してたんですけど、うん、ブロマイドに関しては、うん、サインのやつを、まあ、ちょっと何個かだけ
ダブルサインダブルサイン出てうわやば激アツやねそれ俺がやってるんではいはいはいいいだろそういうのやってましたねはいなんでぜひそういう当たりもありますのではい買っていただけたらはい90コンプしてくださいというわけでネクストいきます次の商品はこちらですペン皆さんこれね本当にご要望が多かったですそれをついに商品化させていただきましたアクリルスタンドでございますいやーもう本当にこれは多かったです、はい、ご要望がもう最初のグッズ案の時からねこれ作ってほしいですみたいなのありましたもんねでまぁ、今回、662人の、ペアのが1セットになります、うん、2人分ついてくるんですけども台座はなんと別々なんですけども台座の形がパズルピースになってまして普段は別々だけどパズルピース合わせると一つの台座になって2人がくっつくっていうね、うん、仕様になっておりますこれも可愛いデザインよねこれいいのよそうこれねめちゃめちゃ可愛くて、はいはい、バラでもさ、うん、持ち歩きたいじゃんそうだねそう多分それぞれの推しだったりとかもいるし真ん中にパフェを置いて両脇にシンゴとライヤ挟んで写真撮るとかそういう使い方もねしたいと思うしなんかでもだからといってさじゃあこれを単体でこうやって置くのって、うんこの台座が当たってこう開くのよ結構そうね隙間がねこのこういう感じになるそうなるのよ気持ち悪いやんなんかそれが俺個人的に嫌なのとそうねなんていうのやっぱりさ、はい、じゃあ毎回こういう大きいライブとかに、うん、じゃあ新衣アクリルスタンド出しますみたいな時にさ、はい、全部バラバラだったら、うん、なんか違うかな確かにって思って常にこんぐらいのこんぐらいの距離感でねあそうですそうですこんぐらいの距離感、うん、で今回やっぱ作らせていただきましたねはいはいなんでアクリルスタンドはもうこの距離感ではい今後ですはいくっつけますはい、はい、そうですあの台座がこうやってガッチャンコガッチャンコするので、はい、あのぜひねバラでこれでもいいし、はい、こちらこれでもいいしそうですねくっつけてはい置いてもいいと思いますのではいぜひさまざまな魅力に使い分けてみてください、うん、はいよろしくお願いします一応このアクリルスタンドは、はい、2個目のオリジナル曲の、はい、マッドシットファットの衣装なのでぜひ、まあそういう場所に持ってってもいいのかななんておおそういう場所いない人とはわけが違うぞあれだからあれスタジオ撮影だったな倉庫みたいなところに持ってってマッドシットファットはってことですねそして最後はい。になります。最後の商品はこちらです。バン！こちら、オンライン販売からスタートしました。ステッカーになりまーす。オンライン販売になってしまって、本当に申し訳ないんですけれども、はい、このね、あのロゴのステッカーだったりとか、はい、全てワンシートになってるタイプになります、うん。そうですね。剥がして使ってもよし。確かに。まあ、なんならこう切って。切り抜いてね。うん。はい、はい。携帯の裏とか入れてもよし。だと思いますので、はい、ぜひ、様々な用途に使っていただけたらなと思います。はい。でですね、はい、補足なんですけど、はい、今回5000円以上お買い上げの方は、はい、限定の非売品、はい、ブロマイドがつきますはい、はい、これもですねこの写真俺結構好きなんでわかるいいよねずっと寝かしてたもんねうんずっと寝かしてた出さなかった写真なんでその写真をですね、はい、ぜひ皆さん手に取っていただけたらなと思います、はい、見せないからね今日は見せないぜひ手に取ってくださいはい、はい、お願いしますお願いしますはい、ということで、以上、グッズ紹介でしたが、皆さん、いかがでしたでしょうか？気になるご商品はございましたでしょうか？はい。というわけでね。いや、でも本当に、記念すべき最初のワンマンライブのグッズですから、マジで、いいグッズたちが揃ったんじゃないかなと思っております。ね、女の子が着るとすごい可愛いよね。うん。マジで。早速ね、買って、来て、一緒に写真撮ってくれた子もいたんですけど、マジで可愛かったっす。結構ね、前回の、一番最初の66の T シャツも洗顔してくださいとかそうだね結構声多かったんですけど、はい、今回も、はい、前回も再販の予定は、はい、ございませんので、はい、この機会を逃すと、はい、もう買えないです、はい、僕の長期的なこの頭脳の中で、はい、いくと買っといた方が後々良かったなってなる商品、はい、ありますおっので何のことを言ってるのかっていうのを想像して買っていただけたらなと思いますなるほどね揃えてったらちょっといいことがあるみたいな商品をもう考えているそういうことですうわーなるほど罪な男です罪な男です考えてますのでちょっとねそこの部分視野に入れて、はい、考えていただけたらなと思いますはい、はい、よろしくお願いいたします
というわけで、本日の動画は以上になります。改めまして662周年応援してくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。3周年目もマジで我々もっともっとステップアップできるように頑張っていきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。というわけで以上ログログでした。バイバイ。ありがとうございました。